はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、制限行為能力者の相手方の催告権について解説いたします。これまずどんな内容なのか、ちょっとこちらの図を見ていただければと思うんですけども、まず制限行為能力者がいて、この人が取り消しできる行為、つまり保護者の同意が必要であるにもかかわらず、保護者の同意を得ずに相手方と契約してしまった、まあ、こういった場合を今回想定しております。で、制限行為能力者っていうのは未成年者だったり、成年非後見人だったり、非補佐人とか非補助人とか、まあ、こういった人ですね。で、相手方と契約をしました。例えば一つ具体例出すと、未成年者が、自分の不動産を相手方に対して売却しちゃったと、まあ、つまり売買契約を締結した、これは後で取り消しできますよね。まあ、そういった行為を行ったっていう状況なんですね。で、その場合、相手方、これ後で取り消される可能性があるので、取り消しをするのか、それとも追認するか、これはっきりさせてほしいわけですよ。つまり契約を有効にするのか無効にするのか、これを確定させてほしいということで、今回相手方は催告権という権利を持ちます。これはどういうことかというと、相手方が、まあ、制限行為能力者本人、もしくは保護者っていうのは法定代理人とか補佐人とか補助人とか、こういった人を表します。こういった人に対して1ヶ月以上の期間を定めて追認するんですか、それとも取り消すんですかっていうふうに、まあ、尋ねることができるって話なんですね。で、尋ねたはいいけれども、その尋ねられた人が格闘しなかった場合、つまり返事を返さなかった、追認しますよとか取り消しますよって何も言わなかった、この場合どうなるのかっていうのが今回の内容になってきます。で、今回は6パターンあるんですね。1,2,3,4,5,6、 6行あるので、6パターンありますので、それを一つ一つ見ていこうと思います。で、大きく分けて上の3パターンと下の3パターン、2つあるんですね。まず上の3パターンいきます。上の3パターンっていうのは、この制限行為能力者が未成年者だったり、成年非後見人だった場合なんですね。まあ、どちらでも一緒です。結論はどちらでも一緒です。で、この場合において、まず一番上いきます。行為能力が回復した後に催告相手本人に対して催告をしたっていう場合です。催告した時期は行為能力回復した後、つまり未成年者であれば18歳以上になった、まあ、成年者になった後ですね。18歳以上になった後に、その本人に対して、まあ、もうすでにこの本人っていうのはもう成年者になっているんですけども、その成年者に対して催告をしました。まあ、この人に催告したわけですね。もうすでにこれは制限行為能力者ではないですよ。もう成年者になってます。この人に催告をして、で、格闘しなかった、まあ、返事をしなかったと。そういった場合はどうなるかっていうと、この契約は追認したものとみなします。つまりこの契約っていうのはもう確定的に有効が確定するよ、後でもう取り消しできませんよっていうことになるということですね。で、これは成年非後見人も同じです。成年非後見人だったけれども、その人がもう成年非後見人じゃなくなった、その審判が取り消されたということですね。後見開始の審判が取り消された後に、その人に対して本人に対して催告をしましたよと。で、何も返事をしなかったよ、そういった場合は追認したものとみなします。これが一つ目のパターンです。で、二つ目のパターン、制限行為能力者の時に法定代理人に対して催告をした、こういった場合です。まだ未成年者、成年非後見人な状態で、その状況で保護者に対して、つまり成年後見人だったり未成年後見人とか親だったり、まあ、そういった人に対して催告をしました。で、催告をしたけれども格闘しなかった、つまり保護者は返事をしなかったってことですね。その場合どうなるかっていうと、これも追認したものとみなします。つまり契約はもう確定的に有効になって、後で取り消しはできませんよってことですね。で、続いて制限行為能力者が契約をして、で、制限行為能力者の時に制限行為能力者に対して催告をした、つまり未成年者だったり成年非後見人本人に対して催告をしましたといった場合ですね。そしてその未成年者、成年非後見人が返事をしませんでしたといった場合、どうなるかっていうと、もうそもそも催告した、その催告自体が無効になりますよと、まあ、いうことですね。だから、まあ、催告しても意味がありませんよっ
って言った内容です。ここまでが制限行為能力者が未成年者だったり、成年非後見人だったりした場合の話ですね。で、続いて、制限行為能力者が非補佐人とか非補助人だった場合どうなるのかといった話です。で、まず一つ目ですね。この人たちが行為能力を回復した後です。つまりもう非補佐人でも非補助人でもない状況になった後に、本人に対して催告をしましたよ。で、本人は格闘しません。何も返事をしなかった。まあそういった状況です。その場合っていうのは追認したものとみなします。で、続いて、非補佐人、非補助人が制限行為能力者の時、つまりまだ行為能力回復していない状況で、本人に対して催告をしましたよと。この人に対して催告をした。そういった場合どうなるか。で、この非補佐人とか非補助人が格闘しませんでした。返事をしませんでした。この場合どうなるかっていうと、契約は取り消ししたものとみなします。ここですね。この契約は取り消しとみなします。で、最後ですね。非補佐人、非補助人はまだ行為能力回復していません。その状況で保護者に対して、つまり補佐人とか補助人に対して催告をしました。補佐人とか補助人に対して催告をしました。けども、その補佐人、補助人が格闘しなかった。まあ、返事をしなかったってことですね。返答しなかった。その場合どうなるかっていうと、追認したものとみなします。まあ、今回6パターンお話ししました。このそれぞれ6パターン、格闘しなかった場合どうなるのかっていうところが試験に問われてくる部分なんで、ここしっかり覚えていただければと思います。で、この点については理解をしてしまえば、あまり覚える必要ってなくなるんですね。この6パターン、まあ、ほぼほぼ覚えなくても自分自身で答えを導けるようになります。どういった結論になるかですね。これ導けるようになりますので、まあ、その点については個別指導で解説させていただきます。で、理解をしてしまえば民法も比較的頭に入れやすい内容なんですね。もう丸暗記ってなってくると正直頭に入れていくのが難しくなってきます。で、そうすると合格するのも難しくなりますんで、ぜひですね、民法理解しながら勉強していただければと思います。もし理解学習したいって方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。